ノイストレーリッツ・バーネミュンデ線とは、ドイツイコール・フォア・ポンメルン州ノイストレーリッツの、ノイストレーリッツ中央駅から、ロストックのバーネミュンデ駅に至る、全長127.0キロメートルのドイツ鉄道の路線である。ベルリンからシュトラールズントに至るベルリン北部線の、支線として、ノイストレーリッツから、ロストックに至る路線が開通したのが始まりである。現在では、 ノイシュトレーリッツイ北は、ロストック方面が流動の中心になっていることから、実質的に当線が本線とも言える。1883年に、ベルギーの企業が、ロストックで、ドイツ北部、ロイド鉄道蒸気船、株式会社を設立した。ベルリン・コペンハーゲン間を最短で結ぶルートを、確立することがと目的であった。総建設費は1500万マルクであった。 建設開始から2年後の1886年6月1日に、ノイストレーリッツからバーレン及びプラーアーツを経由して、ロストックに至る 113km の路線が、ロストックからバーネミュンデへの 13km の区間は1ヶ月後の7月1日に開業した。同日に、バーネミュンデから、デンマークのファルスター島のゲッサーへの蒸気船の運航が開始された。 さらにデンマーク側では、ニュークビン・ファルスター・ゲッサー間の鉄道も開業した。これらに伴い、ベルリン・コペンハーゲン間の所要時間は17時間から12時間に短縮された。1894年には国有化が行われ、メクレンブルク大公国フリードリヒ・フランツ鉄道の一部になった。1903年10月1日にゲッサーへの 鉄道連絡船が就航すると、路線の重要度は一気に高まり、ベルリン・コペンハーゲン間の国際急行列車も運行されるようになった。さらに、バーネミュンデ駅も鳩場近くに移設された。第二次世界大戦後は当線は最大の受難を迎えることになった。ノイストレイリッツからバーレン及びラレンドルフを経由して、プラーアッツに至る区間が廃止され、列車はノイブランデンブルク、 マルヒーンを及びテーテロを経由する迂回ルートで運行されるようになった。しかしながら新たに建設されたロストック港への大量の貨物輸送のために再建する必要が生じた。1959年11月27日にはクラッツェブルクで非公式が行われた。しかしながらラングハーゲン・ラレンドルフ間の再建工事は同年3月15日に すでに開始されていた。ノイシュトレーリッツ・ラレンドルフ間は1961年に再開業したが多くの区間で移設が行われた。特にノイシュトレーリッツ・クラッツエブル区間の移設は大規模なものであった。1964年にはラレンドルフ・プラーツ間及びカベルシュトルフ・ロストック交換が再開業した。ロストック、S、バーンの運行開始に備えて1974年には 伏線化及びバーネミュンデフ島への延伸が行われた。1984年から翌85年にかけて電化工事が行われた。バーネミュンデゲッサー間の鉄道連絡線は1995年9月23日に廃止され、コッペンハーゲンへの列車が当線を走行することはなくなった。ロストックベルリン間のインターレギオは2001年からは レギオナルエクスプレスとして運行されるようになった。2002年までは長距離列車が存在し、バーネ・ミュンデ・ロストック・ベルリン・ライプツィヒカには、インターコネックスによる列車も運行されていたほか、ビンツからケルンを及びミュンヘンへ向かう、夜行列車も2003年から2007年にかけて運行されていた。ギュストロー・バーレン間のレギオナル・バーンは1999年に廃止された。 途中駅廃止も、相次ぎ、バーレン・ノイシュトレイリッツ間の途中駅は、クラッツェブルク駅のみとなった。エタックスの整備などを行い、ベルリン・ロストック間の最高速度を、時速160キロメートルに引き上げる計画である。2017年現在、ノイシュトレイリッツ・カベルシュトルフ間において、最高速度が引き上げられている。ありがとうございます。